回の打順のめぐりです。中途半端なバッティングになった、ボテボテになっている、間に合いました。ここは途中からサードに入っている廣岡、判断となりました。ナイスプレーですね。やりました。変化球打ち上げて一塁側ブルペンの近くですが飛びました。ライトファウルフライ、これで2アウトです。次第ではその3チーム全てが首位に立つ可能性があるという中で迎えた今日の試合、打ち上げて打ち取った、当たりになりました。ビエイラ NPB 外国人投手記録、タイ記録となる31試合連続無失点。最後はこの9回ビエイラがしっかりと抑えました。